6月13日火曜日の山陽新聞ニュースです。6月定例の岡山県議会は13日開会し、物価高騰対策を柱とする88億7200万円の今年度一般会計補正予算案など12議案を一括上提しました。茨城龍太知事は提案理由説明で7月に発生5年となる西日本豪雨からの 復旧復興について、被災者一人一人の状況に応じた支援に取り組むと、述べ、個々の境遇を踏まえた継続的な対応が重要との考えを示しました。西日本豪雨から5年を迎えるのを前に、岡山県警などは13日、小型無人機ドローンやリモコン式無人ボートなど、企業の高い技術力を活かした水難者の救助訓練を岡山市内で行いました。 豪雨で増水した川に、複数の住民が流されたとの想定で、ドローンで中州にいる人を確認したり、ボートの音波で川に沈んだ人を見つけて、引き上げたりしました。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、ゴルインに移行したことなどを受け、岡山県内のビアガーデンでは、過去3年間よりも客足が戻り、賑わいを見せています。 岡山市の天馬や岡山店は去年の同じ時期の4割増の売り上げとなっているほか、岡山高島屋は去年より160席、多い400席を設けて営業を始めました。岡山市や倉敷市で今後も続々と営業が予定されています。続いて天気予報です。6月14日は岡山県南部。 北部ともに曇り、ところにより、明け方から雨で、雷を伴うでしょう。岡山県南部の最低気温は21度、最高気温は27度でしょう。岡山県北部の最低気温は20度、最高気温は27度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前20%、午後20%、岡山県北部、午前20%、 午後40%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。